来月末に休業が決まった名古屋駅の地下街明治会に永江さんがいます。永江さん。はい、その明治会開業当時からこちらにお店を構えていらっしゃいます老舗和菓子店両口屋コレキオからお伝えします。上田さんにお話伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。66年の歴史に一旦幕を閉じるわけですけれども、今どんなお気持ちですか？当店は、長く、お客様、地元のお客様や旅行のお客様に愛されてきたお店ですので、休業になってしまうことは非常に残念だと思います。何かこう印象的なエピソードってあります？先日なんですけども、お客様が、結婚式の引き出物をご注文したいということで当店にご来店されたんですけども、実は私のおばあちゃん、そして私もここで引き菓子を注文したのよと、だから娘にもぜひここで注文したいということで、はい、ご来店いただいたことが66年の長い歴史をすごく感じる出来事でした。66年あったからこそ、まあ、親さらにおじいちゃんおばあちゃんさ孫世代まで幅広く愛されてきたお店ということなんですね。2026年度再開ということですが、はい、どんな明治館になってほしいですか？そうですね、まあ、きれいに作り替えられるということで、ぜひお客様が、お買い回りしやすい、自然に笑顔になる、そんな地下街になるといいなと思っております。はい、この後はこのエビフライのサンドイッチでもおなじみのあのお店からお伝えします。続いてはこちらエビフライのサンドイッチでもおなじみのコンパルからお伝えしたいと思います。はい、はい、もう来月末でこの明治会休業ということで、このコンパルもね、もうお別れを惜しむように多くの方がいらっしゃっていて、ちょっとお忙しかったですね。すみません、店長さんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。店長の引き手と申します。今どんな思いでいらっしゃいますか？あ、そうですね、もう率直に、まあ、寂しい悲しいっていう気持ちですね。それがいっぱいです。お客さんとの思い出って何かありますかね？そう、まあ、そうですね、最近ここがなくなるっていうのを聞いて、みんなの進路のこととかをいろいろ考えていただいて心配していただいたっていうのが正直なところですね。進路というと従業員の皆さんの。そうですね、はい、この先どうするのとか。そうですね、はい、そういうお声をかけていただいて本当にありがたく感じてます。もう絆ができてるわけですね。まあ、一応地域密着型の喫茶店ということで、はい。そうですか。2026年度どんな明治会に生まれ変わってほしいか一言お願いします。名古屋の玄関口として皆様に多く喜ばれるような、今に負けないような商店街にしていきたいと思います。はい、以上中継でお伝えしました。はい。